こんにちは、シュウでーす。はい、今日はですね、はい、古着屋の西海岸というところに来ました。こちらね、まあ、ちょっと映り気がないかもしれません。4ヶ月前に来たんですけどね。はい、4ヶ月ぶりに来ましたね、はい、今日。夏の西海岸はどんな感じなのかっていう。こちらね、本厚木という場所にあるんですけど、はい、まあ、都心から1時間ぐらいですかね。そうですね。車で。うん。なので、ぜひ皆さん来てみてください。中入ってみたいと思います。はい、なんか欲しいやつあるんですか？今のところはないです。これはないですね。ないですか？ルーカとかあります。すげえ、しかもこれ580円、リーバイス1000円、やばいね。何ですか？パーパンめっちゃあるの。へえ。500円とか安っ。この辺も全部580円とか。ちょっと見せてたいね。紐のベルトすれば。これとか。でかいね。そう、下でかいんだよ。さっきのルーカのズボンいいじゃん。あ、ルーカのズボン可愛かったね。レディースですね。レディース。デニム？うん。いい感じだね。これ色いい感じ。グレーみたいな。そう、今は暑いけどね。そうだね。なんか全体的にでもウエストとかサイズでかめかもしれない。そうだね、82とか書いてあったもん、メンズ。82ってどんぐらい？いや、結構でかいっしょ。やばい。うん。なんか、あ、これの色も可愛い。グレー系だね。そう、冬とか可愛い。でもこれ2980円で、やっぱちょっと高いわ、これは。うん。安いけどね。リーバイスだからじゃん、これ。へぇ、じゃあそしたら安いね。はい、シャツ系もあります。シャツ系もザーッと。ほんとだ、めっちゃいっぱいある。大学1年生の時こういうの着てました。なんか黄色いポロのシャツ見てきたよね、はい、こういう感じの。とりあえず今日はなんか T シャツでいいかなって思ってます。 T シャツ買おうかなって。はい、デカめのね。はい、最近ハマってるからね。シャツはカツワイ。ここにラルフローレンとかだったら可愛かったね、これ。確かに普通のボーダー可愛いね。どうですか？ちょっとなんかあれですね、夏の終わりだからないのかな。もう始まりですけどね。そっか、だから8月は終わりに入ってる。早いね。なんかでも可愛いけどね、色味が。そうだね。なんかロゴがちょっと残念なのがあったり。そうだね。こういうさ、このグレーみたいに可愛いんだけどね。うん、色がね、くすんだ色がね。どうですか？あっち側行きますか。はい。ででーん。ガリガリガリクソンティーもあります。はい、ちょっとやぶられたなんかあれみたい、ウォーキングデッドのあの人みたいあれ弓矢の人、はい、名前忘れた。やぶられてる。え、これも何、高騰市場。これいいやん。え、これスシューでしょ。これいいやん。めっちゃいい。 XL コーナー、 XL コーナー。まあ大きめにね、デカめが良くない？こういうグレー可愛いんだよね。でもシューは汗かきなので染みます。そうだよ、染み渡るよ。ポロシャツもいっぱいある、ね、ポロシャツ最近好きだよね、シュー。そう、なんかライフとかないんかな。あるんじゃない。ラルフローレン。あったよ。これ？え、今の。え、何よ。なんだこれ、すごいいっぱいある。T
今日4ヶ月ぶりに来たかもしれない。そう、冬ぶり。この前トレーナーばっかだったもんね。うん、うん、どう、いいんじゃない、かわいいね、うん、なんかちょっと汗かたキモいんですけど。でもそれいいよ、これスラックスとかね、ネイビーの。うん、ちょっとインして、おしゃれ、大人っぽい、ありです。脇がチェック、セーフ、うん、セーフセーフ、なんかいい匂い、逆に白手のがちょっとあれかもしれん。購入でーす。やっぱ袋が可愛い。2個で 何円だと思います？知りません。1870円、安っ。しかも買ったやつ2つもやばいよね、ブランド。はい、また車で紹介しましょう、はい、やばいから、イエーイ、最高、はい、ということで買ってきました。イエーイ、ということで、あの愛はね、あんまいいやつがなかったということで。あ、そうなんです。まあ無理に買う必要はないんでね、買い物なんで。そう、なんか帽子もなんかいいのあったんだけど、なんか1300円ぐらいして、あ、ね、普通だったら、だから安くない、だから普通にあれかなとか思っちゃったりしました。そうだね、500円ぐらいだったら買ってたかもね。そう、でもシューがめちゃくちゃいいもの買ったので紹介します、はい、僕はね2点買いました。で、合計金額が1870円。安い。しかも結構ブランド品なんですよ、僕のブランド品っていうか、まあ名の知れてる、まあ、みんな知ってるみたいな。はい、とりあえず紹介していきたいと思います、はい、こちらです、ルーカのワークパンツ。イエーイ、ルーカ、これ動画撮りましたね。サーフ編のやつで撮ったんですけど、そうなんですよ、長めのね、うん、でちょっと細、そこまで細身じゃない感じだと思います。なんかストレートの感じで、はい、ストーンって感じ。これはね、もう上黒 T のデカめのやつにシャツインして、はい、で下ちょっと靴下履いて、で、はい、バンズとか履けばちょっとスケーターっぽくね、うん、履きこなせると思うんで、まあイメージとしては、はい、元テラスハウスのマー君、井川雅人、僕が大好きなマー君ですね。そう、こちらなんとお値段が580円、はい、やっで、ウエスト84なんで、多分35インチって書いてあったんで、もしかしたら結構細いのかなって感じなんですけども、履いてないから分かんないんですけど、まあ、またね、インスタグラムとかで履いた写真載せたいと思います。思います。2点目、ラストです、はい、こちら、みんな知ってます、これポロ、ラルフローレンのポロシャツ、ポロのポロシャツです。え、なんかね、目玉商品みたいなコーナーにあって、うん、でね、全然汗染みとかもないし、そう、ほぼ新品みたいな、そう、ほぼ新品なので、ちょっと丈が長くなっちゃってね、だからそこでちょっと安いのかなと思うんだけど。そうなの、シャツイン用にね、なんかクールビズみたいな感じ、ちょっとシャツイン用にちょっと長いの、スラックスとかにインして着る感じが可愛いかなって思います。そう、これはもうね、ほんとネイビーのスラックスにシャツインしたりしたら、ここもネイビーなんで絶対合います、これは、うん、で、お値段が1290円、安いね、合計で1870円ですかね、はい、安いですね。こちら M サイズなんですけど、まあ、US なんで多分 L サイズ相当なんで、僕ちょうどいいですね。いい感じ、はい、これもまたね、インスタグラムとかで載せたいと思うので、うん、よかったらチェックしてみてください。はい、こんな感じでしたね、はい、夏の西海岸はこんな感じでした。なんかめっちゃ人いっぱいいたよね。いた、10時オープンなんですけど、オープンと同時に入って、でもそれでも結構人いっぱいいたから、そうだね、人気だね、やっぱり、ね、で、年寄りの、お年寄りの方から若い方までね、うん、すごいですよね。家族とかでも来てたから、うん、人気だね、いい店だと思います。うん、めっちゃ安かった。 T シャツもね、すごい安いのいっぱいあったし、うん、アロハシャツとかもいっぱいあったから、全部ね、500円とか800円とか。そう、でも女の子はちょっとね、ズボンとかはね、大きめなのがいっぱいあるかもしれない、うん、あー、確かにね、でかいかもしれない、でかめのね、うん、いいもん買えたね、うん、よかった。ルーカがまさかあると思わなかったから、ね、そう、だから掘り出し物ですよね、そういうのが行くとやっぱあるんでね、探すの楽しいよね。そう、探すの、だからもうほんと入れる人3時間ぐらい入れるんじゃないかぐらいね。いや、マジでそうだったね、マジで入れる人全部見たらね、うん、3時間ぐらいかかるよね、全部すごいちゃんと見たら時間かかりそうなぐらいいっぱいありました。 なので、まあぜひ気になる方行ってみてください。今日も見てくれてありがとうございました、はい、ありがとうございます。もしいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。コメントも、ね、よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひいつもありがとうございます、はい、ということで今日もありがとうございました。バイバイ。